ただいまの時刻10時56分ですね。まもなく11時です。はい、ウォーターパークまで泳いでいかないといけないのかな。はい、オープンだったら泳いで行かないといけないみたいです。あ、一人だけ泳いでない人がいますね。はい、ボートでお届けしております。はい、天気の方もですね、ちょっと黒い雲が出てきましたね。午後には雨が降って言ってましたけども、ちょっと早めかな。結構黒い雲が出てきております。はい、まあ、予報だと午後3時ぐらいからは、雨が降る予報になっておりますけども、結構天気が心配です。はい、黒い雲がもくもくと、まあ、予報では分かってたことなんですけどもね。はい、スプラッシュウォーターパークまで皆さん泳いで行ってますね。泳げることが、必須条件になっておりますので。はい、距離にして100メーター、150メーターぐらいでしょうか。はい、正面に見えるのは江ノ島ですね。はい、浜辺から100メーターか150メーターぐらいですね、距離があると思います。そこまでは自力で泳いでいかないといけないみたいな感じがしますね。日が陰ってしまったんで、ちょっと風が冷たく感じます。スプラッシュウォーターパークのパンフレットがあるみたいですので、一部いただいていこうと思います。パンフレット1枚、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。30万人ぐらい目標にしてます。最初の30万人は今日に限っては入れます。はい、皆さんこんにちは、アグレッシブです。ただいまの時刻11時15分です。はい、オープニングがありましたけども、いろいろスタッフの方に聞きました。まずですね、ライフジャケットは、必須ですね。で、ウォーターパークまでの送り迎えはないそうです。自力で泳いで自力で戻ってくるということなので、ヘロヘロになって泳げない人はちょっとね、体力は温存しとかないといけないということでした。距離にして100メーターか150はないと思うんですけどね。はい、それぐらいは、あります。行きも泳いで帰りも泳いでこっちに戻ってくるっていう感じですね。まあ時間帯は1時間なんで、1時間まるまるいると多分戻ってこれないんで、まあ、40分遊んで、まあ、10分10分で戻ってくる、行ってくるっていう、行き帰りが10分10分っていう感じなのかなっていう気がします。送り迎えないので自分で泳いで帰ってくるということだそうです。
まあ、だから必須条件としては泳げる人っていうことになっていましたからね。はい、そうだと思います。はい、1時くらいあるんで私も、まあ、無料なんで行ってみたいと思っております。多分カメラは持ち込めないんで、無理だと思います。はい、無事オープニング終わりましたけども1時にまた来ようと思います。はい、スプラッシュウォーターの社長さんだそうです。オーストラリアからのオーストラリアの企業の運営みたいですね。あ、でもまあみんな結構泳いでるな。先導する人がいるんだ。あの人の後ろについてきて戻ってっていう感じですね。はい、私も1時からということで行ってみたいなと思っております。はい、続々と戻ってきております。泳いで戻ってきております。でも面白いな。あ、でも荷物をどっか預けておかないといけないね。まあ、隣に海の家があるからあそこに今日はちょっとお願いしようかな。わかんないけど。はい、続々と戻ってきております。そうか、1時間単位での区切りなんでみんな揃って戻ってくるみたいですね。みんなでせーので行って時間が来たらせーので泳いで戻ってくるという感じみたいです。はい、みんな一生懸命戻ってきております。はい、一応オープニングも終わってちょっと、まあ、11時23分かちょっとお昼ご飯ぐらい食べようかなと思っています。スプラッシュウォーターも1時からなんで今、はい、行ってみたいなと思います。雨が降らなければいいんですけどね。
はい。海岸の中央の方まで移動してみたいと思います。海の家やってるとこはまだないが走っております。学校に戻るんでしょうかね、これからね。はい、海の家利用もうここできるの？お、海の家利用できるんだろうか。ここそこと、そこと、ここショップなのかな、ショップなのかな。食事するところみたいな感じですね。でもどっか海の家利用してないと荷物がね、1時間も砂浜に置いとくわけにはいかないんで、はい、中央までやってきました。はい、無事海開きはできたようです。